3、2、1、放送後のトークバトル ZIP プラス3、2月22日、はい、にゃんの日ということで、今日はお天気の木島明日香さんと私石川でお送りします。よろしくお願いします。この日ということで、ちょっと我が家のタイガとトアに似せたあの耳をね使っているんですけども。似せてるんですね。はい、そうね、私の中でこう猫ってすごい尊い存在なんですよ、うん、はい、尊い存在なのにこんなものを作って良いのかみたいなちょっと気持ちがあったりするんですけど好きだからこそ、はい、ちょっとね、後ろめたさを持ちながらね、ちょっとやっておりました。いやいや、もう、似合いすぎてて、いやいや、そんな。萌え袖とセットで、めっちゃ良かった。あのプレゼンチップが。ありがとうございます。テレネもね、登場されてましたもんね。そうなんです。もうなんか、猫好きとしては、本当にね、ありがたいですね、もう。猫の企画ってもうなんか感情がね、より入るみたいな。いやー、そうですよね。そうなんだ。めちゃくちゃ可愛かった。もう猫も明日香さんも可愛かった。本当にありがとうございます。癒されました、朝から。はい、本当に。そして今日も皆さんから、視聴者の皆さんからいっぱいいただいてるので、出た、はい。私が勝手に選んで、はい、明日香さんに質問したいと思います。今日はこちら、明日香さん宛に、視聴者の方から来てます。憧れのアスカちゃんみたいなモデルさんになるにはどうしたらいいですか。あー、嬉しい。憧れ、いや嬉しいですね。どうしたら、でも私もこう小学生とか中学生の頃に雑誌のモデルさんを見てなんかすごい憧れをね持ってたんですけど、うん、まあ、その時はこうなりたいなとかはまあ思わなかったんですけど。そうなんですね、うん、なんかこうでも漠然としたらかっこいいなみたいなのはありましたけど、あ、でもなんかその憧れのモデルさん、モデルに慣れてる憧れのモデルさんに近づくために、うん、なんかその人のなんかすごい SNS とかチェックしてました。ブログとか、そうで、なんかメイクとか服装とかちょっと真似したりとかして、そしたら自然とやっぱちょっとなんかこう自分磨きにもなると思うので、はい。ちなみに具体的にこの人みたいになりたかったみたいなのってあるんですか？中学生くらいですか？はい、あの私岡本玲さんがすごい好きだったんですよ。はぁ、で、なんかファンレターをね実際書いたりとか、なんかやっぱすごいねかっこいいなっていうのがそうありましたね。え、じゃあ中学生くらいからもうメイクと服装ととかっていうのを、はい、そうですね、苦手。そう、そうですね。まあ、小学生の頃は岡本玲ちゃんにすごい憧れてて、岡本玲ちゃんが着てる服が欲しいなとかありました。すごい。その頃からも。ですか？なんかもう全部親に買ってもらったものをそのまま着るみたいな感じだったので。そうなんだ。なんか私、石川アナが、なんか最初見た時に、はい、なんかすごい白くてお人形さんみたいな人が来たみたいな思ったんですよ。で、今も思ってるんですけど、いやいや、でこう喋ってみると意外とこうサバサバしててより好きになりました。本当ですか？いや嬉しい。本当にすごい素敵と思って。もうなんか同い年なので1996ですよね。96でも早生まれです。あ、そうか。なのでもう本当に仲良く、私はずっと思ってて、すごいいいギャップだなと思って、ですか？なんかすごいお嬢様なのかなって あの性格とかが思ったんですけど、うん、すごい親しみやすいしと思って、本当に、なんかちょっと今そのお母さんからっていうエピソード聞いて、あ、そうなんだ、納得みたいな。思いました。本当になんかメイクとかもあの大学1年生で初めてなんかやり始めて、そうなんだ。なんか高校禁止だったんですよ、メイクが、はいはい、なんかあるじゃないですか、厳しい校則がたくさん。できなくて、そうですね、はい、あ、休みの日とかも特にせずに、そうですね、やってなくて、はい、なんかお化粧水とか、うん、そういうのも、もう母の勝手に使ってみたいな。
もうだからすごいなんか小中学生からそういうふうになんか憧れのモデルさんがいてこう研究してるっていうのはもうやっぱすごいなと思って。いやいやいや、結構私の周りがそういう人が多かったね、うん、でもいいですね、なんか化粧しなくてもなんかいやいやいや、本当に思う。いやもうなんか私はアスカさんの、はい、あの体型維持というか、多分皆さんもこの、ね、質問された方も多分気になってると思うんですけど、なんかアスカさんが、まあ、ちょっとあのぽっちゃりというかされて見たことないですし、毎朝同じもうなんかもう完璧 なんか笑顔と肌質とみたいなのをどうやってその、ね、大変な生活の中でこう維持されてるのか、体型もそうですけど肌のとかもめっちゃ気になってて、実はあのメイク室でチラ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 見て、そう、私本当メイク室で人と会いたくないぐらい。でもあの、まあ、私はなんかこうメイクしてる途中でこう気合が入ってくるんですよ、なんとなくこうスイッチが入ってくるから朝とかなんかこう、あ、おはようございますって挨拶するときにもう誰とも目を合わせたくないみたいな、いやいやいや、めっちゃ結構なんか、たまに篠原アナとかに会ったときに今日めっちゃテンション低いですねみたいな言われたり。いや違います、篠原さんが高すぎるんですよ毎朝。それは思います。本当に高すぎる。朝はもうずっと元気ですね。本当になんで朝からこんなに元気なんだろうっていうぐらい元気です。いやだから全然そんなことないですよ、もう私も全然不安定です。まあそうですね。気合ですね、もうこれは。我々。やってることとかあります？なんか、これだけは絶対毎日やってるとか。あ、でも、湯船に使ってマッサージとかは、やっぱするようにしてますね。本業もありますし。うんうん。でも、結構自由にやってますよ。なんか、あの、チップをやり始めて、基本的な、やっぱ、体重とかはちょっと増えちゃったんですけど、なんかそれでもなんかいいやって、そこがちょうどいいなと思って、今の生活だと。ああ。過ぎるとなんかちょっとストレスになるし、だから、うん、まあちょっと増えちゃっても、まあ今はこの生活だったらこれが自分の中で一番いいなって思って、あ、なんかあんまストレスを感じないようにしてます。じゃあなんか体重のその体重計に出てくる数字っていうよりはもう見た目体重っていうか、そうですね、見た目にしてますね、うん、まあ、数字を測った時もあったんですけど、うんうんうん、なんかちょっとシビアになりすぎちゃった時もあったんで、もう全然、うん、あ、そうですね、うん、もうこのね質問くださった方がどのくらいの年代の方なのかちょっとわからないんですけど、うん、ね、まだ中高生とかだったら、うん、憧れのモデルさん一人見つけて、そうです、ね、ちょっと寄せて、はい、でもしもう大学生とかの方だったら、まあなんだろう、ストレスためすぎずに、あ、そうですね、もしなんかこう、こういう体験みたいなとあったら、うんうん、もうストレスをためすぎずに生活の、うんうん、一つ一つのこう、なんて言うんだろう、ちょっとしたこと、ジュースを飲まないとか、うん、そういうことで気をつけて、ジュースを飲まない、はい、いいと思いますね。健康的な体がちょっと一番だと思いますね。そうですね、うん、いやありがとうございます、ちょっと貴重なお話を聞けました。嬉しい。すいません、私ちょっとじゃあ今日は最後に、あの、以上 10+3 でしたの後ちょっとニャンニャンってやって大丈夫これ。もうマスターもね、オンエアの最後にニャンニャンの拍食べてましたからね。食べてましたよね。やらしようとしてます。迷いましたけど、なんかちょっと勇気が出なかったですね。ちょっとじゃあここで最後に披露していただけたら、はい、嬉しいです。では、以上、10+3でした。うーん、ニャン。ありがとうございます。ありがとうございます。撮っていいですかねって。早い。